はい、こんにちは、プロトリックチャンネルです。今日はですね、ちょっとあの個性的なものをですね、ご紹介していきたいと思います。和風なものなんですけれども、本当に手に乗るようなサイズ、盆栽苗ですね、こういったものが入ってきたので、ご紹介していきたいと思います。盆栽苗っていうとですね、大体このくらいのものが主流でよく出回ってるんですね。大体2.5 寸ポットから3寸ポットっていうようなものが、よく出てるんですが、こっちは本当に1寸っていうようなものですね、こういった小さいものが入ってきました。これをこのまんま単体で、豆鉢とかに植えてあげてもいいですし、いくつかですね、より繕って、それこそ寄せ植えの感覚で、盆栽鉢で植えてあげるっていうのもですね、一つ面白いかなと思います。まだかなりたくさん入ってきてますのでですね、種類も、かなり豊富にありますので、このあたり、ちょっと変わったものが入ってきたのでご紹介しました。ぜひぜひおすすめしてますので、よろしくお願いします。